あ、これは近藤プロに質問来てます、ね。はい。今期から新たに対戦する M リーガー、松ヶ瀬プロ、本田プロ、伊達プロ、ルミプロの麻雀の印象を教えてください。あ、なるほどね。いっぱい出てきたな。いや、みんなね、もう強い人ばっかりなんでね。どういう言い方をすればいいのかよくわからないけども。松ヶ瀬さんは、まあ、海戦、山戦のどっしり系のイメージかな。何でもいけるってこと。そうね。面前もオールラウンダー的な。うん、そうそうそう。どっちが海でどっちが山ですか。ね、あっちが海でこっちが山。あ、そうですか。いいんだけど、そうなんです。はい。あとは本田くんね、本田くん選んだね。ライデンだっけ？ライデン。いや、確かにね、彼はね、強い。で、実はね、最近ちょこちょこ対戦機会があって、なんだろうな、最強戦とか、麻雀日本シリーズとか、ちょこちょこあるのよ。いや、強い。強い。あの若さで。若いんだ。若い若い。まだ20代の方。あ、違った。間違えた。多分嘘だよ、嘘だ。間違えた。多分嘘だよとか、そんなに変わらなかった気がするんだ。今本当そうですか。37って。そうね、そうね。はい、俺ちょっとまあまあ脳内混戦してる。混戦してる。だって男性の20代って今ついにのね、いる？男性はいない。松本もう30になった？なってないんじゃないか。なってないか。うん、多分。そうそう、本田さんね、うん、急に3人言い直してる。まあね、落とし目してますからね。富山からね、出てきた、出てきたのか出てくるのかわからないけど、ね、うん、出てきそうだよね。いや、ほんとね、で、連盟が10、確かそうだ、もう10年以上とか言ってたわ、うん、割と長くて、イメージがさ、ほら、ぱっと見ちょっと若そうなイケメンじゃん。だからなんか間違えちゃったけど、どういうとこが強いですか。なんだろうね、そう、いや、だから重厚というよりは、切れ味がいいイメージかな。4枚刃みたいなね。スパッとくる、スパッとくる、スパッとくる、4枚刃。こうこう今時6枚刃だから。6枚刃もう今。そうだ、今時6枚刃だから古いよ、お前は。じゃあ、本田さんは6枚だ。やばいね、せちゃんは。え、俺はもう一刀両断だから1枚ばっかり。日本刀でズバーズバーズバーって感じだね、確かにね。たまに血まみれになる。気をつけてね。ほんで、ルミさんね。ルミさん。ルミさんはね、うん、もうだって長いし、うん、ね、もうベテラン衆バリバリ出てるよね。バリバリ出てる。バリバリ出てる。加齢衆じゃないんだから。ベテラン衆。そうは言ってない。そうは言ってない。うん、ものすごい楽しそうに麻雀打つよ。あ、そうね。うん。あれもだからなんだろうね、その、麻雀プロの一つの、ね、ある種資質かもしれないよね、真面目に言うと。うん、そうです、うん。なんかだってさ、麻雀プロがさ、いつもなんか辛そうにさ、辛そうな人何人かいるよね。だから確かに辛い時もあるわ、うん、ね、苦しい時もあるわ、うん、で、そういうのを出すのはいいんだけど、ずっとそれだとさ、もう見ててしんどいもん。いや、だけどずっとそういう人いるよ。いや、まあまあね。いや、大丈夫と思っちゃうね。いや、俺ちょっとあんま人のこと言えないんだ。いや、その点だから海さんはなんかね、ほんといつも楽しそうにね、そうなってる感じでね、ゲストのイベントとかでたまに一緒になったりすることもあったけど、ほんとすごいもう終始楽しそう。うん。急に急に。でもルミネあれなんですよ、私と同級生、同じ同学年。あ、なるほど。で、ウッチーもそうなんですよ。ウッチーも一緒なんだ。いや、同じ世代で1個上か、うん、あれ多いんですよ。あとね、秋さん2個上だ。あ、秋さんね、学年で言うと1個下だ。あと勝本さんも確か同じ世代。あ、そうなの。うん、とか結構多いんですよ。そして伊達さんかな。伊達さんね、あの人はね、
プロ歴はね、その今出た中では短い方だと思うんですよ、結構。去年5、6年じゃないかな、多分。そんなに。いや、そんなんだってない。去年の4月かな。あれそんな短いんだっけ。うん。あ、去年か一昨年かな。そんなに、ね、4、5年もやってないです。あのね、初めて会った時は、なんかのゲストの時に伊達さんがいて、うん、へーと思って、あ、こういう人もいるんだぐらい。だけど、そっからね、その連盟に入って、で、結構目覚ましい活躍してるよね。うん。もうで、まあ見るたんびになんか、どんどん強くなってる感じ。うん、センスがあるんだろうね。うん、あるんだと思う。うん、声優さんだったっけ、うん、うん、そう。あのさっきっていうね、あのアニメの声優さん、うん、あ、そうかそうかそうか、さっき、ね、伊達さんは、うん、高畑さんに詳しいやつ、その通りで、あの MJ でね、さっきコラボってやった時に、うん、あの生放送やってた時にずっと一緒にあの番組でさせてもらってて、あの、なんでしょうね、もうなんかすごい熱心な方で、うん、で、まあゲームもそうですし、あの渋谷のオクタゴンってあの、ね、うん、声優の小山剛さんがやってるところで、ね、結構よく通ってて、うん、っていうところもあって、うん、プロになられる前から、うん、そうですね、どちらかというと個人的にはそのアマチュアの時からの、うん、のを見てる方が長くて、うん、でプロになって大丈夫かなと思ったらね、しっかりこういうふうに結果を出して、うん、ね、まあ、結果っていってもあの何け桜なんとか戦ってやな、大洗戦ってな、うん、まあね、あのね、勝ってで選ばれてですから、うん、まあ今のその若手もうちょっとね、まあ、そのプロ歴でいうと、まあ、言うとまあ面白い一人にはなるじゃないですか、うん、結構ね、周りの評価もね、うん、あのうなぎ登り、うん、うなぎ登り、うん、ただね、一流のね、男性プロとの今その対戦経験というのがあんまりないと思うんで、まあ、Mリーグで、まあ、そこでちゃんと自分の麻雀を打てるかどうかはまあ一つの試金石なんじゃないですかね、うんうん、でもな、私モンドであのちょっとしたコーナーで一緒になって喋ったことがあるんだけど、うん、昔なんか精神的に強そうだなと思って、なるほどね、思ったけど、そんなことないっぽい、うん、いや、そうなの、ね、結構でもなんかね、まあ今はちょっと違うかもわかんないけど、うん、結構なんかちょっとビビりな一面昔あったけどね、うん、なんか、あのなんか必ず安牌残したがる的なね、あ、なるほどね、ちゃんとね喋ってるだから、うん、じゃあそこはでも脱却したんじゃない、喋、うんうん、ってる感じは結構、うん、なんか強そうだなとは思った、うん、精神的にやっぱね、精神的に強い人をね、あの、うん、生き残りやすいというかね、うん、育っていきやすいというかね、そうだと思うけど、割とね、あのマルコも そういうタイプじゃん、うん、ね、うん、まあ、大体そうじゃない、うん、麻雀って、うん、今までの人生で一番嬉しいツボとか曲ってありますか、うん、誠一さんはあのバイマンとかモンドとか、うん、ナイスパン、ナイスパン、ナイスパン、そりゃそうですわね、多分この話も多分あれ散々したあの、うん、バイマンの時のね、うん、それいいか、うん、出るでしょ、だってね、うん、ね、あの実際繋がってないけどね、日吉さんとのね、うん、そう、あれはね、ほんとね、日吉さんの実況とね、あと土田さんがね、解説でね、うん、あれとのリンクがもうね、最高でしたよね。で、俺はだからまあまあね、あえてその自分をあの、何あの、控えめに言うと、うん、あの、俺はね、テンパってリーチ打って言って積もっただけなんであのね、じゃああえて言うならね、あの瞬間ね、ほんとね、これ多分あのどこでも流れてないやつだと思うけど、うん、M リーグのレギュラーのまだ終わってもない途中の段階のくせに、うん、あれ積もって裏ドラ乗った瞬間俺もう泣きそうだったもん、あああのバイマンね、バイマン、ほんで、あの園田さんが、うん、いつもあのはいって言って店舗払うだけの園田さんが珍しくね、俺の多分雰囲気を感じたんだろうね、なんかおかしいぞって、なんか震えてるっていうか、うん、そうそう、そんな感じで、それを覗き込まれて、うん、やべえバレると思ってでこっちもあの場面でほら、例えば優勝して泣きましたならいいし、うん、ね、ユーミンとかいつも泣いてるから泣きましたって言うんだけど、うん
近藤誠一があの中途半端な場面で泣きましたはちょっとやってないんで、うん、これバレたらまずいと思って一生懸命こらえて、ね、ユーミンを入れてきたんですどっちかというとそれを言いたかっただけなでもなんでしょうね、あのこれよく期待値って言うじゃないですか。うん、はいはい、ね、大事なやつね、うんうん、で全くね、その状況でならポイント考えなかったら、うん、負けないっていう選択肢がいいっていう人も、ね、いるかもしれないですけど、うん、でもね、負けて、うん、で、ああいう風になって、うん、だからその損得じゃないぞっていうところを、うん、その一つの実例としてあったのかなと思うんですよね、うん、まあね、だから、うん、そういう、うん、それもちょっと加味され、うんうん、してるけど、あのね、であれ、あの場面は本当ね、いろいろありましたよ、うん、なんならだって見る人によってはあそこで調校すんのかよっていう人だって言ったぐらいで、うんうん、だけどまあまあね、できればその、なんていうのかな、状況的にね、そのしないメリットも随分あったっていうことも分かってもらえたら嬉しいし、で正直ね、あのこれも多分どこでも喋ってないやつだと思うけど、あの場面の兆候は実況の日吉さんがきっといいこと喋ってくれる、そう考えた、チワのやつ、え、そうそうそう、チワズ持ったやつね、あれね、うん、あれ、おおってなったもん、なったでしょ、うん、なったでしょ、で、あの日吉さんだけじゃないか、私も解説してたから、見ながらじゃあだから俺はだから本当その日吉さんがきっとここでいろいろいいこと喋ってくれるっていうのも、うん、あの脳内にはあるわけですよ、うん、で終わってね、まあ、盛り上がってくれたのは分かったけど、あまあ次の日あたりにね見返してみて、うん、いややっぱ日吉すげえなと思った、うん、私もいい解説してたんだけど、誠一さんぐらいこう入り込んでても、やっぱどっかでそういうこと考えたりすることがあるんですか？あのね、そう、はい、もちろんね、麻雀が第、うん、あのその目の前の場面が第一義で、誠一さんそこに特にそのイメージ入り込んでるんだけど、はい、あのね、たまにね、いるんですよ。聞こえてくる時あるよね。あのね、そう、M リーグでいうとね、日吉さんと、土田さん、うん、日吉さんの実況と土田さんの解説はね、なんかね、打ってる最中にね、脳内で勝手に聞こえてくる。私ね、打ってる最中じゃなくて、上がった後に聞こえてくる次の曲に入って、あ、なんか喋ってるぞ、そう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 、うん、なんかでもあるよね、あるあるある、あのね、だから、もともとね、あの二人はやっぱりあの独特な喋りが多いんで、うん、それがあのなんていうか自分の中にこう浸透じゃないけど、うん、そのよく分かりやすい、ある意味ね、はい、分かりやすいから打ってる最中からね、あ、きっとこれはこう喋るぞっていうのが脳内でね回り始めるの、うん、でたまにそれに引っ張られてね、いやこれちょっと引っ張られて失敗したんじゃねえかっていうのもあるんだけど、引っ張られはない、私終わった後だから聞こえてくるの、ああね、いいよね、だからそこがね、さやかとの違いだよね、うん、俺はちょっとまだ短い、絶対聞こえないうん、解説室の声が聞こえるときあるよね。そうそうそう。うん、本当は聞こえ、もちろん聞こえてないんだけども、脳内で勝手にその妄想しちゃってるのね。そう、こう喋ってるんだろうな。今こう喋ってるんだなって。